こんにちは、清明祭です。今回はね、麻雀について語るコミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。今回はね、僕は過去にね、自分と麻雀についての関わりを、ブログに書いたんですけど、その時の記事をもとに話そうと思います。僕の麻雀歴は幼稚園の頃から打っているから18年、19年ぐらいだと思います。スーパーファミコンで麻雀のゲームがあって、それをやっているうちに役を覚えていきました。その後、ハンゲームの麻雀、家族麻雀を小5、小6時代にやり、それ以降は麻雀をしなくなりました。CS で放送しているプロ雀士の対局は小学校低学年の頃から見ていて、高3ぐらいまでは見続けていたと思います。今はたまにプロ雀士のブログや Twitter を見ています。好きなプロ雀士1位は土田幸翔さんです。彼の独特の打ち方は見ていて面白いからです。2位は刀匠の異名を取る森山茂和さんです。彼の視聴者を意識した打ち方が好きだから、また解説が分かりやすく感情を結構出すので面白いからです。麻雀は結構好きで麻雀歴も長いのですが、未だに点数計算はできません。実家に点数計算の本があって、一時勉強しようと思ったのですが、めんどくさくて結局していない感じです。僕は小6時代によく家に遊びに来てた友達が麻雀好きだったのを覚えていますが、彼は点数計算までできたのでしょうか。今は連絡も取れないしわからないんですけどね。中学校の時の卒業文集に彼は将来プロ雀士になりたいという趣旨のことを書いていたので、今どうしているのかとても気になりますね。彼はプレステ2の麻雀ゲームを一人黙々としていた姿は今でもよく覚えています。また会う機会があれば会ってみたいですね。はい、終わります。